こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回のモデルさんを、時短パーマでちょっと、パーマをかけてですね、あと軽く長さはちょっとモデルさん切れないので、カットは毛量調整をちょっとしてですね、今もうすでに時間がちょっと遅いので、1時間ぐらいでパーマ終わらせようかなと。手を抜くわけじゃなくて時短パーマっていう方法があるんで、それでやっていきます。はい、でこれから、パーマをかけていくんですけど、基本的に、一度濡らしてもいいんですが、時間がないのでそのままやります。でアフターシャンプーなんで基本的にうちの方はこのままかけます。そうしないと時間が、かなりロスっちゃうので、浸透剤をまずつけますね。で薬剤に関しては言える部分は言えますが、言えないところはちょっと言いません。ちょっと濡らしますね。はい、浸透剤をつけて、もうつけ巻きですね。これは毛髪診断してこの薬ならいけるなっていう薬を、まあ、僕は1時間で今時間を設定してるんで、それでかかる薬剤を設定してきました。で、なるべく巻くところよりも下の方につけといて、ゴム跡つかないようにちょっと対処していきます。まあ、これクリームっぽいんですけど、液状だと垂れちゃって境目がちょっとね微妙なので、まあ、今日はこれを使います。ポンプ式も結構やってればいるんですけど、ちょっと今日はポンプ使いません。スピードの場合はもうこれですね。で表面の方はあまりつけないでおいた方がいいです。でもう先につけて、この時点からもうその放置タイムっていうのが進んでるってことなんで、パーマは10分以内に巻きましょう。まあ、イヤートゥーから分けて分けます。で、僕の場合はこの分け取ったイヤートゥーからイヤートゥーまでを結びます。あまり細かいことは気にしません。で襟足がしっかり、全部出てるのかをまず確認して、パーマっていうのは、これ皆さん知らない人もいると思うんですが、ここの毛束の厚さでかかるかかかんないかを見極めます。ですので、ここの束ですね、毛量ですね、これが統一にする必要があるんですよ。この今4本作ってるんですが、であともしくは右がかかりづらいっていう方は、毛の本数で言ったら100本の毛束より80本ぐらいに、例えば右がかかりづらいんだったらするとか、その辺でちょっとその毛束の量とかを調節します。で、基本的にこの下のところって中間とか見えないんですよ、正直な話。なんでこの辺はもう毛先巻きですね、基本は。ここ何て言うんだろう、中間巻きとかする必要はもうスパイラルとかじゃなければないんで、ここはもうそのまま巻きます。ちょっと毛束の量が多いんでこんなもんかなっていう感じで今巻いてるんですが、確かにかかりづらそうな感じです。もうこのパーマだったら皆さんお店でできると思うんで、機械も必要ないので。で、ここがポイントなんですけど、まあ、僕のこだわりなんですが、これ右側巻くときに靴1個分前に持ってくるんですよね。こっちが日本人の爪地の関係で結構かかりづらかったりするんで、若干前にオーバーダイレクションさせて、ちょっと巻いていいかなっていう感じですね。わかりますかね、右側だけ最初に癖見てた方がいいかもしれないですね。で今度はミドルですね。ここに関してはトップちょっと軽く取って、はい、次ミドルセクションになります。これミドルセクションは
3つぐらいでいけるかなっていう感じだけど4つでいきます。ちょっと上の、表面の方をちょっと少なくして、ここは4つでいきます。でその時に少しこの分け目出ちゃうんでね、少しこうジグザグに取ってあげた方がいいかもしれません。この時も右側の、こちらの方の右のパネルに関しては前にオーバーダイレクションさせて、かけていった方がいいですね。で今日はあの中華巻きしようかなと思ったけど、ちょっと中華巻きいらなそうなんで中華巻きやめます。毛先巻きでいこうかなと思います。なぜかっていうと表面はちょっとあの結構かかりづらそうなんですよね、中間巻きすると。なんで毛先巻きでいけるかなっていう。でちょっと手前で、ゴムを留めといて、あとでちょっと理由を言うので、これはこうになるように巻いていきます。まあ、これ教えるほどのものでもないと思うんで、まあ、こんな感じですね。なんでもう今の時点でね、もうちょっと時間が経ってるので、まあ、そぎ入ってる時はね、ちょっとこうゴム跡のゴムのかけ方ちょっと工夫したりとかして、でここは一番右側ですね、ここは一応前に持ってきて若干オーバーダイレクションさせてやります。でもし出そうだったらもう一枚、ちょっとあまりテーパー2つ使わない方がいいですけど、このような感じで、かけていきます。でトップです。結構今触っただけでもテロンとしてるので、ここに関しては、中間巻きとかで、そっと巻いていくぐらいでいいかなと思います。毛先がちょっとね結構かかりそうな感じなんで、はい、このような感じでかけていきます。はい、で今度サイドですね、サイドをかけていきます。はい、サイドはまずこの時点で何個でここ取ろうかなっていうのを考えます。で、ここはどっちもバックで巻きます。毛先巻きです。ここの塗布量はあまり塗布量を多くしない方がいいです。ここはビビりやすいです。はい、そーっと。パーマって結構皆さん綺麗に巻いた方が綺麗にかかると思ってるかもしれないんですけど、パーマって汚く巻いた方が綺麗にかかります。あのたるませた方が、なので、適当に巻くことが一番大切です。まあ表面なんでオレンジで、この辺から中間巻きをします。はい、あまり最後まで巻き込まないようにします。なんでかっていうと後で、止め方が、ね、あるので、結構ね顔周り毛が出てきやすいんで気をつけましょう。であんまり上まで巻き込まないようにします。反対側を同様に巻いていきます。はい、で今パーマ巻き終わったんですけど、前髪はちょっとかけようと思ったけどやめました。で、この時点でもう時間結構経ってるんですけど、今ちょっとチェックしたいと思いますね。でチェックするときには、どういうものが必要かというと、お水です。いいですか。で濡らさないとどこまでかかってるか分かんないんで、よく閉まるって、パーマよく閉まるってよく皆さん聞き覚えないでしょうか。まあちょっと濡らしてますね。で、パーマ液が取れるとちょっとキュッて実際どれぐらいかかってるかっていうのが見えることも見えるんですね。でここで一回テストします。はい、でこの時に 5秒ぐらいタオルで水分を取ってください。
まだかかってないかなって感じですけどね。でここで一回テストして、はい、こういう感じですね、今かかってるのは。でこれが、こういうふうに持ち上げて、皆さん分かりますか、ロッドの2倍以下になっていればロッドが2本ですね。分かりますでしょうか。ロッドがテストっていうのは、このロッドこうやった時に上に持ち上げます。でロッド2個分のカール出てたら、とりあえず、まあ、かかってるかなっていう感じですね。はい、まあそこそこかかってるんではないかなっていう感じです。まあ、距離が短いんで毛先巻きで良かったかなと。で、一番パーマが欲しいところは、実は皆さん根元側なんですよね。で、別のお薬がありまして、でこれをそのもうでも結構かかってきてるんですけど、先ほどと違うやつをちょっとここに塗るんですよ。あんまりゴム跡よりゴムよりこっち行かないようにしてください。そうしないと跡がついちゃうので、ゴムより下側をくるっと回して塗ります。これが裏技の一つで、まあ、やってるとこもあるかもしれないですけど、で2枚ペーパーしちゃうと塗れなくなっちゃうんですよね。だから2枚ってあんまりこうしない方がいいんですよ。なかなかこれ2枚って難しいんですよね。で顔周りはかかりすぎるとおかしくなっちゃうんで、まあ、こういう欲しいとこだけを根元をちょっと取って、根元のところを塗っていきます。ちょっと自分が強くしたい、例えばこれかなりマニアックですが、顔周りの半分の毛はつけない、で顔周りじゃない後ろの方は半分つけるとか、例えばこのロッドでもですね。そうするとバックはしっかりかかって、前は緩くかかる、顔周りのお客さんから見て、目に入るところは綺麗にこう緩くかかってて、後ろはまずしっかりかかるみたいな、そういう調節もできます。なので、結構そういうのは使えますね。半分だけ塗るってことですね。まあ、これつけたらもう5分で、まあ、つけてもすぐかかってるかなっていう感じですね。まあ、この薬剤は何でしょう、想像にお任せします。で、途中なんていうんだろう、塗れないところはペーパー破っていいので、もう流すんで、あとこういうネープのとこも意外とかかってなかったりするんで、結構この辺の毛ってかかりづらいんで、ちょっと塗っておきますね。まあ、これ固形で塗ってる理由としては、ね、毛先の方に薬剤がトップされると毛先が傷んじゃうんで、まだ新しい毛の方をしっかりかけたいっていう目的で根元を塗ってます。なので、増粘させてる薬になります。これが水っぽい感じになると毛先まで浸透して、結果毛先がかかりやすくなってしまうんで、あと例えば先ほどつけた薬剤にアタックしちゃうと pH が上がっちゃって過剰にかかってしまったりもするんで、ちょっと危険ですね。でここでちょっと喋りながらやったんで、本来もっと速いスピードなんですけど、これを塗った後にここで一回この R ピニングっていうのを入れます。でこれ R ピニングはなぜするかっていうのを、ここのゴム跡をつかなくするために僕はちょっと考えたんですけど、このまま、普通の太いやつをね、こうよくやられる方いるんですけど、あれ全く意味がないので、こういう風にして、R ピニングを止めていきます。特に、見えるところ、サイド、顔周り、表面、そういうところは R ピニングを入れてよりナチュラルな掛かりを提出してください。
はそうですね、あの逆にあ、これは今度は違う動画で言おうかな、違う動画で言います。こういうふうにアルピニング入れていくと、あの綺麗にかかっていくんですね。あ、これあのなぜあまり根元まで巻いてないかっていうのはこれをやるためですね。これをやるためにちょっと下の方に巻いといて、ゆっくりこう入るようにしてますっていうだけです。なんで気持ち指1本分より下のところでゴム止めして、それをくるっと回すとちょうどいいですね。その時に使うのはこの爪楊枝のピンですね。これ多分皆さんのバックルームの裏に多分たくさん散らばって落ちてると思うんで、これ拾ってくださいっていうようなことで、もうかかりましたのでシャンプー台に行きます。はい、で、中間水栓なんですが、こちらクリーム系の薬剤をつけていきましたので、できるのかなっていう部分ですよね。で、やり方としてはこうやります。あんまり教えたくないですけど、タオルを濡らします。いいですか、タオルを濡らします。濡らしたらどうするかっていうと、ここに引きます。そして、モデルさんネープのところがもし痛かったら緩めてあげてください。一番下のドットだけちょっと痛いかもしれないんで、はい、で中間水栓はやっぱりやった方が僕はいいと思うんで耳キャップを外します。そして、ターガンをするような感じで、耳の上を通します。いいですか。そして上に持ち上げます。上に持ち上げます。そしてここの先を縛ります。ギュッて、で思いっきりもう一回ギュッと縛ります。そして下を引っ張ります。そうするとここに今お湯が溜まるようになったんですね。で、この状態でお湯を回します。ある程度回していきます。これでですね、しっかり中間水栓が、できているので、はい、ただまあ薬剤これクリームなんで若干残ります、毛髪に。なのでそれはもう仕方ないっていうスピードの技なので、荷剤をしっかりつけていくような感じですね。ただ残留したものも後ほどしっかり取っていきますので、一液はもう取れませんか、もう諦めてますね、この時点でしっかりは。なのでまあ逆にちょっと残っててもしょうがないかなみたいな感じでやってます。でもできるだけなるべく取っていけるようにしていきます。ちょっと魔法の薬剤を使っていきます。はい、浸透率アップですね。まあ、パーマ液の一時剤にやっぱ寒色系のものとか入ってるんで、その辺が邪魔して、水が通っていかない、荷剤が反応しづらいっていうことがあります。ですのでそこをまず、クリアするために、こうしてます。これをつけた後にですね、もう一度、お湯をくぐらしていきます。でまたくぐらしていきますね。で今度はタオルの下を持ち上げてお湯をためていきましょう。そうすると、毛髪内部の方に、まあ多少ですが、水がこうね回るようなイメージですね。例えとしたらお風呂のお湯に髪の毛をロットままつけてるような感じが理想です。大丈夫ですか。お風呂のお湯にロットのまんまつけて、るような感じ。あれ冷たい、それだけ、ね、あれ、そうだ、大丈夫っていうような感じでやっていきます。多分ちょっと話しながらやってるので、この時点で僕も多分2液を使い終わってるんで1時間で終わるんですよね。で今日は説明しながらやってるんで、今多分3、どうだろう、ここで35分か40分ぐらい経ってるんで、ちょっといつもよりはペース遅いんで1時間ではちょっと入らないかもしれないですね。まあ、頑張れば入ります。なんでまあ乳液はしっかり浸透させたいので、で、今度乳液つけていきます。はい、
2剤はちょっとスピードアップの場合はちょっと濃度を濃くします。で濃度を濃くすることによってスピードが早まります。で、ね、乳液をつける前にまたですね、浸透剤を先につけてですね、乳液の通りを良くしていきます。で、なるべく乳液が浸透しやすいようにまず状況を整えてあげることが大切かと思います。なのでまず乳液がしっかり作用するような感じでやっていきましょう。はい、そして、乳液ですね。まあこれ大体うちだとこれ2本3本ぐらい使えますっていうような感じで、この乳液をドカーとつけます。ドカ付けしますね。で、あとはシャンプーやってないじゃないですか。で、シャンプーはアフターシャンプーとして2剤をしっかりつけて、時間ある程度置いてからシャンプーしてさらに2剤を振動させていきます。そうすることによって、まあ最後パーマ流すだけだとちょっと気持ち悪いと思うんで、まあ、うちは最後シャンプーなどする場合もありますね。で、ネイプの毛がちょっとね浸透しづらいことがあるんで、もう指でですねかなりしごいてしっかりついていくような感じで、やっていきましょう。で、浸透剤もつけてちょっとスピードを上げていきます。ただ普通に2剤やっただけだとやはり反応が弱いので、ちょっと裏技をします。ちょっとズルします。はい、ズルしてつけます。はい、1本使い終わりました。で、もう1本あるんでもう1本使っていきます。ですが今度はロットアウトしてからこちら使っていきます。残りはこのぐらいにしといてロットアウト後に実際に、馴染ましていきます。うん、やはりちょっとかかりづらいですね。まあ緩めなので、まあ、こんな感じなのかなっては思うんですけど、まあ、通常はもうちょっと時間を置いていくんですが、ちょっと今かなりで、この外してからが結構肝心で、ここでしっかりつけます。薬をここでしっかりつけないと、ここで一剤をもう除去するかのようにやっていくんですけど、とりあえず一剤を全部取ります。乳液で乳液の存在をもう一液の存在をなくしちゃいます。でもちろんこれ今一液が効いてるんで、この状態にしとくとだれちゃうんで、浸透するようにカップとかを使ってしっかり中和をしていきます。ここも肝心ですね。これは本当にもう 2剤の加水につけるっていうか、もう浸透させるみたいな、加水のお風呂に入れるみたいな感じでやりますね。そうです。これをなるべく浸透するように、髪の毛をたるませて伸ばさないような感じで毛先をしっかりやっていきます。はい、そうすると一液が取れて、二液が作用するので、はい、ですね。で、ここでシャンプーします。でシャンプーによって、活性剤で、より、まあ、馴染ませるというかですかね。シャンプーで馴染ませていきます。で毛先の方はだれないように、し
っかりこのような感じで泡立ててあげて、さらに乳液を溶くしていきます。もう本当に乳液しつこくつけます。なんで荷材の消費がすごく高いので材料費がめちゃくちゃかかるんですね。なので結構厳しいです。ちょっと軽く洗います。首大丈夫ですか？結構寝てますけど。先の方を浸透させます。で、またここでですね、またタオルが登場して、これを使って、ちょっと裏技をやっていくんですが、そちらの方はまた今度です。今、全部シャンプーも最後終わって1時間でパーマ終わりました。でこれ見てる人が絶対1時間でやってないんだろうなっていう人がいると思うんで、1時間ですよね、はい、そうですね、言わせてるわけじゃなくて本当に1時間でやりました。帰りの電車の時間があるのでちょっと急ぎですね。はい、で1時間でこのぐらいの、見てください、パーマはこんな感じで、かかってます。見えますかね、しっかりかかってるかなと思います。このまま自然乾燥すれば、まあ、形になるので、はい、でこれから、ちょっと乾かしていきたいと思います。で乾かすときに、なんかセット剤ベタベタするから嫌だなとかいう方とかは、もうこのヘナジェル、僕あのうちで取り扱ってるヘナジェルですね、こちらをつけていただいて、トリートメントですから、そのトリートメントでちょっとパリッとなるんですよね。でそのまま自然乾燥でも全然使えるんで、トリートメントでセットするみたいな感じですね。で固まったりとか程よくして、であとサラサラな質感になるので、ベタつきが嫌な方とかワックスちょっと顔につくと荒れちゃうっていう方にはすごくいいと思います。なので今日はちょっとこれ使っていきます。トリートメントなんで、ヘナってわかりますか？ヘナって髪良くする薬草みたいなのがあります。それでちょっと固まるんですよ、これカリッと。それでまあムースの代わりみたいな感じにもうちょっとできます。ヘナジェルつけたの、ちょっと触ってもらっていいですか？なんかあんまりベタってならないですよ、はい、サラサラですよね、結構サラサラじゃないですか、はい、サラサラですよね、はい、はい、なんです。結構これだけでもスタイリングとしても使えるんで、ぜひですね、ちょっと今欠品してるんですが、ヘナジェル、あとヘナウォーターっていうのもあって、2つ使えばトリートメント効果倍増しますっていうようなものですね、はい。今日の撮影が、終わりました。今日は、1時間パーマということで、今日、協力していただいて、ちょっと短い時間でしたけれどもありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございます。はい、またハイヤマカシの、動画皆さん見てください。ありがとうございます。ではありがとうございます。